皆さん、アキイソも中盤に差し掛かろうとしておりますが、竿を曲げて楽しんでいますか？アキイソは缶のシーズンとは異なり、型はまだなかなか出ませんが、水温が高いためメジナの活性も高く、一方夏場お手上げとなってしまう小サバ軍団のような餌取りも減って、数釣りが楽しめるシーズンです。25センチから40センチサイズのメジナが中心となりますが、水温も高いためサイズの割に魚の引きもかなり強いです。一日やっていると竿を支える腕は心地よい筋肉痛になってしまいます。そんな秋磯もまだまだ餌取りの活性も高く、普通にやっていると刺し餌は餌取りの餌食になってなかなか釣れない場合もあります。今回は上級者の方には釈迦に説法のような話ばかりですが、初級者向けに秋磯でたくさん釣って楽しむための私なりの攻略法および考察を紹介させていただきます。ぜひ秋磯シーズンが終わる前に一度磯に立ってもらって、メジナ、時には青物の数釣りを楽しんでください。海の状況は地域や潮位で全く変わり、一日の中でも大きく変動して、魚の活性も同じ時は全くありませんので、そのまま適応できるわけではありませんが、皆様の何かの参考になりましたら幸いです。まず秋磯数釣りの仕掛けの説明です。おすすめの仕掛けは0浮きもしくは00浮きの全誘導仕掛けです。全誘導仕掛けは浮き止めをつけない仕掛けです。ガン玉は打たず、道糸に浮き、そして潮受けマーカーにハリス、最後に針というシンプルな仕掛けが基本になります。仕掛けが寝てしまうような場合、例えば上潮が速くて浮きだけが先行してしまう状況の場合には、小さな例えば G7 とかのガン玉を打つこともあります。浮き下も短めです。コマセを巻いて浮上してくるメジナが見えるようでしたら、浮き下は1メートルや2メートル程度、海面まで浮上してくることがわかるようでしたら50センチ程度にすることもあります。秋磯のメジナは活性も高く、餌取りに混じり競い合うように浮上してきて餌を奪い合うシーンがよくあります。この浮上してきたメジナをうまく餌取りと分離してかけていくのが秋磯数釣りの一番のポイントとなります。こちらは同じ日の昼の満潮前の海中動画となります。コマセにまず反応するのは海面近くを泳いでいるチョウチョウをスズメダイ、クサフグなどの餌取り、あとはイワシ系の小さな餌取りとなります。秋磯はこれらの餌取りがまず反応してコマセを打ったところに群がります。それに遅れる形で、それとは少し深い層からメジナが浮上してコマセを捕食するというのが秋磯の典型的なパターンです。夏場はここに泳ぎの速い小サバや小アジが加わるのですが、秋磯では彼らも成長して沖の方にいるのか、一番厄介な餌取りである小サバ小アジはいません。最初に反応するチョウチョウをフグイワシ系を餌取り用のコマセで集めて、その後そこから少し離したところに仕掛けを入れて再度コマセを打つというのが基本戦略になります。その時の餌取りやメジナの活性を判断して仕掛けに本命コマセを打つのか、それとも少し仕掛けから外して本命コマセを入れるのかを判断します。活性はその時の潮の状況で変化するので、釣れなくなったり餌が取られるようになったらいろいろ試すようにして、その時間帯潮でのパターンを引き出せるようにするといいと思います。餌取りも活性が高いので、仕掛けの着水音だけでもせっかく餌取り用コマセに集めた餌取りが仕掛けの方に向かってしまうということもあるので、秋磯は結構スピード勝負です。餌取り用コマセを何発か打って餌取りがそこに集まっているのが十分確認できたら、私は左手片手でキャストして右手の尺ですぐにコマセを打つようにしています。勝負は早いです。すぐに結果は出ます。結果が出ない時は餌取りに差し餌を取られています。基本的に当たりは潮受けマーカーの動きで取ります。ガン玉も打っていないので、浮きから下はハリス、ハリ、餌の重りで沈降していき、マーカーもあまり浮きから離れません。当たりがあるとマーカーからすっと離れていきますので当たりを入れます。秋磯は活性が高いのでマーカーにもはっきりと動きが現れます。魚が刺し餌を加えるとピュッとマーカーが横に動いていきますので、そこで逆方向に当たりを入れる要領です。
アキイソのメジナは活性が高く奪い取るように餌を捕食する場合がありますので、その時は勢いよくバチバチとミチ糸が出ていくような強烈な当たりが出ることもあります。動画中ではバチバチ当たりなどと言っていますが、すごく気持ちの良い当たりです。アキイソは他のシーズンよりもこのバチバチ当たりが出やすいと思います。当たりを入れてもフッキングしない時がありますが、大抵そういう時は餌が取られているかかじられています。マーカーの動きをよく観察してみてください。マーカーの動きで餌が進行しているのか餌取りに突っつかれているのかがわかります。餌取りの分離がうまくいかずイワシ系に突っつかれている時はマーカーも何かふわふわして仕掛けが落ちるようで落ちないような動きが見えます。なかなか刺し餌だけ取られて結果が出ない時は餌を入れて秒数カウントして何秒だったら餌が残っているかを確認してみるといいです。とりあえず10秒で上げてみて餌がなければ次は8秒のような感じです。活性が高い時は数秒で餌がなくなるか何か当たりが出ます。効率的に釣るためにも通常自分の付け餌がどれぐらい持つのかというのを知っておくのは重要です。アキイソで使用する餌はなるべく餌持ちの良い餌が適しています。私は加工オキアミをベースにたまに小モセから取り出す生オキアミをつけ餌として使用します。餌の付け方は通常の付け方と同様です。遠投する場合は背掛けにすることが多いですね。あとアキイソで忘れずに必ず準備した方が良いのがボイルオキアミです。オキアミを高温蒸気で加熱したものですが、身が締まって餌持ちがいいのが特徴です。特にイワシ系や波の花などが海面を覆っている時はその層を突破できますので、刺し餌のローテーションに入れてたまに使用すると餌取りの層の下でゴマセを拾っているメジナが釣れる場合があります。ボイルオキアミは加熱してあるので匂いがせず、生オキアミや加工オキアミに比べると基本的に杭は悪いのですが、秋磯だと活性が高いのであまり問題にならないです。ボイルオキアミがあって助かった場面、周りより少しよく釣れたことをしばしば経験していますので、秋磯には必ず持っていくようにしています。逆に缶のシーズンは見向きもされません。動画は東伊豆のジーソでの兆候となりますが、ここの磯の場合西風や北西風が画面の左後ろから右に吹いてくるパターンが多く、結果上潮が右に早く流れるという状況によく遭遇します。満潮までの上げ、満潮からの下げにもかかわらず上潮は常に右に流れている場合が多いです。ということは仕掛けを入れると浮きは画面で言うと右側に流れていくことになります。流れる分を計算して仕掛け投入ポイントと本命コマセの打つポイントを設定します。この動画では少し奥に曲げすぎてしまったので仕掛けを巻いて手前に寄せて本命コマセに合わせています。理想は仕掛けが上潮で右に流されてそこで本命コマセと合流するようなイメージです。冬の渋い時と違ってぴったり刺し餌に本命コマセが合わなくても秋磯では食べてくれます。少しずつ餌取り用コマセと本命コマセの投入タイミングや仕掛けの投入タイミングを変えたり、仕掛けと本命コマセを離したり試行錯誤をしてメジナの口に刺し餌を届けてください。手のひらサイズのコッパメジナがかかってしまうかもしれません。でもその下にはそこそこ大きなメジナもいますので、諦めず繰り返していけばアキイソはきっと下の大きなメジナたちも我慢できずに海面に浮上してきてあなたの刺し餌に食らいついてくれますよ。海水温が下がり冬磯の本格シーズンになるとメジナの活性も落ち餌取りもいなくなります。釣りやすくなる反面、秋磯のような数釣りではなく1センチでも大きなメジナを求める方を求める釣りとなり少し難易度が上がります。初心者の方にはぜひとも秋磯でメジナを釣る楽しみ、浮世から離れて磯で海と対話するひとときの楽しさを体験してもらいたいです。それでは最後に実釣りのサンプル例としてゴマセ投入から当たり取り込みそして計測までをご覧ください。来た、おお、走った、おお、走った、いい走りしたね、バチバチバチって。今のはいい、よいしょ、
やーあの当たり気持ちいいよね、バチ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 ってやつ。はい、これまでも30あるのかな、これ。いや、あるね、これは。はい、ファーグレの2匹目ですね。やっぱり上に地獄っていうか、ちょっと違うとこ入ってるけど、比較的やっぱ棚浅めなんだかな。ご視聴いただきありがとうございました。何か質問があれば気軽にコメントしてください。この時の実釣り動画はまた後日アップしますので、どうかご視聴をお願いいたします。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。33